7月3日、坊ちゃん劇場第15作鬼のレクイエムキャストが愛媛県庁を訪れ、中村知事を表敬訪問しました。越智代表取締役は、本作は多くの方にとって新しい桃太郎伝説となっている、休業中に実施した応援チケットキャンペーンにて地域の人の応援をいただき励まされていると述べました。これに対して中村知事は、私個人も公演を楽しませていただいた、県の宿泊キャンペーンを利用した商品を開発して集客を図ってもらいたいと述べました。